リさんに見られちゃう。あなたと会えなくて、え、久しぶりに会えて嬉しいけど。おや、そうでしたか。ベッドに入るといつもプラフター。そういうことは言わなくていいの。失礼しました。お二人ともお元気そうで何よりです。え、相談。私、今までお外に出ることしか考えてなかったから。難しい問題ですね。少なくともすぐに答えを出せる類のものではないかと。ねえプラフト。ええ、あなたのお好きなように。ありがとう。ね、これからは。あた、え、嬉しいですけど、どうしてですか。私、今まであんまり先生らしいことできてないし。だからソフィー。あとフィリスちゃんと一緒に旅をしてみたいっていうのもあるんだけど。ダメ。いえ、ダメなんかじゃないです。むしろこっちからお願いしたいくらいで。ならそうしましょう。それでね、錬金術と同じで、そうすれば。はい、よし。思いついた。お、な、ん、これま、ま、何を買っていって。行商人のお姉さん。あ、ティアちゃん。ティアちゃんもお買い物。うん、そうだよ。ねえ、行商人のお姉さん、これっていくら。行商人のお姉さん、ルイスさん。私は行商人のお姉さんじゃなくて、金融詩人のお姉さんなの。もう、あなたには売ってあげない。うわ、どうして。売ってよ、行商人なんだから。ダメ、私は銀融詩人だもの。ルイスさん、じゃあ銀融詩人で行商人のお姉さん。それなら。でもやっぱりダメ。新しい、
借り、どれ、フィリス、あれ、ふ、ああ、近くに魔物が出たとさ、すごいな。はは、私は旅も長いし、と言われてみればそれでは私は失礼、またな。え、私本にはうるさいよ。え、なんて言ったってね、た、ど、これでいいか。ま、よいしょ。
ねえフィリスちゃん、せっかくだからさ。あ、それ素敵です。あ、そうだね。そういえばこの前、フィリスちゃん一緒に行こうよ。はあ、もちろんだよ。やったー、ありがとうございます先生。うん、それじゃあ早速行ってこよう。錬金術師の公認試験合格したんですってね。あ、そんなことまで知ってるの？私ちょっと怖くなってきたんだけど。いやいや、そんなに心配しないでも平気だよ。ところでなんだけどさ、実は私たち優秀な錬金術師を探しているの。理由はまだ内緒だけど、試験に合格したというあなたなら。そこで君の腕前を確かめさせてもらいたいんだ。うん、ありがとう。じゃ、私たちはワイスラークで待ってるから。それじゃあ。よくわからないけど、あ、ひらめいた！新しい道具！